皆さんこんばんは。毎週日曜日夜9時から30分間 FM 那覇のスタジオよりお届けしています、ユッキー校長の沖縄サンデードライブ、放送第7回となります。今週もアクアドライビングスクール沖縄本校校長の与那嶺幸弘が、移動のできる自由、ご自身で運転ができることで広がる可能性、小さな喜びと幸せをコンセプトにお話していきたいと思います。はい、今日も始まりました。で、ちょっと先日の話をしたいんですけど、私の父が軽トラックがね、平成8年の結構古いやつを持っていて、それがちょっともうハンドルのパワーステ、ハンドルが回しにくくなっていて、もう購入しようかと考えていて、中古車屋さんを結構回ったんですね。でもやっぱ父が気に入る軽トラックがなくて、でダイハツさんの、ね、店舗に行って、あ、これだっていうのを見つけて、それを購入することが決まりました。で、その決まって、じゃあ支払いも終わって、じゃあ1週間後に納車、その1週間の間にちゃんと点検などもしてくれて、じゃあいざその納車、午前中だったんですけど納車して、で父はその車を持って帰ってきて、で自宅の駐車場に停めました。でその何時間後ですかね、鍵を2つ持ってるんですね、本キーとスペアキーで2本持ってて、その本キーは持ってるんですけど、そのスペアキー1個がなくなってると。あれ、納車の時は2つつながってたんですね、輪っかで。でつながってたら、なんでどこ置いたのみたいな感じで、あれ、わからない、どこに置いたかは覚えてないみたいな感じで話してるので、これやばいんじゃないかみたいな話になって、家族全員で探したけどなかなか見当たらなくて、で自分午後は仕事があったので仕事に出かけて、で夕方帰ってきたら、あ、見つかったよということで、その納車の時に履いてたズボンのポケットの中に履いてたそうで、で見つかって一応良かったです。でそんなね、あ、うっかりしてどっかに鍵を置いてしまって、まあ私もあるんですけど、いつもメガネかけてて、メガネをいつも置く場所決まってるんですけど、でそのメガネを置いて、なんかいつもとちょっと違うところに置いてしまったら、あれ、メガネがないみたいな、出かける前にもちょっと焦る時もあったりして、そのね、うっかりがね、やばいっていうね。で今日は沖縄の丸々がやばいということで、このうっかりしっこについてまたお話をしていきたいと思います。はい、でメッセージもお待ちしております。アドレスは office@aqua-driving.okinawa です。 office@aqua-driving.okinawa。 それではユッキー校長の沖縄サンデードライブ、今週もご一緒ください。この番組は一生使える運転技術を提供し、皆様の安全安心幸せな毎日を全力でサポートするアクアドライビングスクールの提供でお送りいたします。 FM 那覇78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ。この番組は運転をテーマに、運転のコツや明日から行けるドライブコース、一発試験合格のポイントを話していく番組です。はい、前半でちょっとお伝えしたいのがこのうっかり失効についてなんですけど、まずこのうっかり失効での実例です。実例をちょっとお話したいと思います。で、私アクアドライビングスクールのお客様で、この実際にあったお話なんですけど、この仮免ですすいません、この運転免許証ですね。で期限、あ、更新日過ぎてるってなって、で切り返しに行ったんだけど、半年と何ヶ月かな、半年以上経って8ヶ月かな、この方は8ヶ月ぐらい経ってるので、じゃあ免許証をもらえずに仮免許証だけもらえたんですね。で仮免許証を持った状態で、でじゃあ今度本命試験をすぐ受けようっていう形で構えてたらしいんです。
でその時にですね、ちょっと仕事の関係上ですね、居酒屋を経営しているので、この荷物ちょっと引っ越しがあったみたいで、居酒屋の引っ越しをじゃあ友人お願いして、ちょっとトラックも借りてきて、で最初は仮面練習中みたいな感じでつけて、で練習もしながら、でこの練習剥がした時にですね、でこの友人が運転してて、この方は横に助手席に乗ってたんですね。で仮免許証があれば、ね、3年以上の人乗せればね、横に乗せて運転ができるん で交代交代しながらちょっと運転をしてたみたい。でその時に、でこの方の友人がこの車からちょっと離れた時に気づいたんだけど、あ、ここ駐車禁止だなみたいな感じで、で止めちゃいけないところに止めてしまってたんで、一人でちょっと車を移動させる機会があったみたいで、その移動してる時にたまたまですよ、パトカーが来て、ちょっと止まってくださいみたいな感じで言われて、ん?と思って、で免許証見せてって言われたら、あ、やべえ、じゃあ仮免許証しか持ってないみたいな、でこれしか持ってないですって言ったら、ん?これどうしたの?って言ったら、うっかり失効してしまって、これ仮免許証しか持ってないんですって話したら、あ、仮免許証で一人で運転できないよねって話をになった時に、あ、そうでしたってことで、この方仮免許証の条件が一致してないので、ちょっと違反になってしまい、仮免許証も取り消しになってしまいましたっていう話です。でそこからまたもう本当に免許一からのやり直しになったっていう実例です。でこの方は一発試験をまた受けるって、もう本当に一番最初からですね。で一発試験には4種類試験がありまして、仮免の学科試験、仮免の技能試験で、本免の学科試験で、最後に本免の技能試験、この最初の一番仮免の学科試験から受けることになったんです。で仮免の学科試験は1回で合格して、で仮免の技能試験にちょっと手こずってたんですね。でその時に私とお会いして、でちょっと教えてくださいってなって、じゃあこの要領だけちょっとお伝えして、でこのテーブル上でこのコースの図面を使ってお話ししたところで、あ、なんとなくイメージできましたということでお話して、その試験に挑んだら、なんとその私が伝授した後に1回で合格して、でそこからまた本免の学科試験も1回で合格で、本免の今度技能試験の前にも練習を何時間か入れて、でそれから2回で合格しましたね、この方は。で無事に免許を取得することができましたっていうね、このうっかり失効の中でも、この仮免許証を実際にもらって、その仮免許証の条件に合わない運転の方法をしてしまったら、でそこで違反になっちゃって全部取り消しになったらちょっと困るので、そういったのもあるので、しっかりルールを守っていきたいなと思っております。はい、でそこでですね、まずこの皆さんも今持っている免許証ですね、この免許更新期間があると思います。この更新期間はその誕生日挟んだ2ヶ月前後ですね。で例えばこの誕生日が8月10日だったら、7月10日から9月10日までが更新期間になっております。はい、でまたこの年号がですね、平成から令和に変わって、このうっかり失効が増えていると言います。でまだ平成記載で平成33年とか記載されている方がいると思うんですけど、その33年の方はもう今年が切り替え日の年になっているので、それちょっと気をつけてほしいなと思います。で家族や職場だったり友人の免許証もちょっと確認してみて、平成33年だね、あ、じゃあ今年切り替えだよってちょっとお声かけしていただきたいなと思います。でその更新を月を半年過ぎてしまったら、仮免許証しかもらえないので、そこら辺も気をつけてほしいなと思います。はい、でその更新のハガキが届くと思うんですけど、このハガキですね、さっきちょっとお話ししたんですけど、うっかりどっかに置き忘れて、あ、その置いたことも忘れてしまって、でもしくはどこに置いたか忘れてしまってっていう形があると思います。で昨年ですね、私がこういった仕事をしているにもかかわらず、私の姉が
うっかり失効、うっかり失効というかうっかりしてしまって、で失効にはならなかったんですけど、昨年の6月切り替え日だったのが、10月ぐらいになって4ヶ月ぐらい過ぎて、あ、そういえば切り替え行ってないやって気づいて、であのハガキどこにあるって思い出したら、この車のダッシュボードに入れ忘れてて、ずっとそこにある。でも4ヶ月だったんでね、まだこの仮面執行することもなく切り替えはできました、無事に。はい、でもその間この一人で運転できないので、やっぱ家族に付き添ってもらったりとかいろいろあったので、でそういったのを気をつけてほしいなと思います。はい、でその更新をするときのちょっと注意点ですね。で先ほどから言ってるように、執行日から6ヶ月を過ぎない場合は適正検査を受けて更新することができます。で更新から6ヶ月ですね過ぎて1年を経過しない方は仮免許証だけがもらうことができます。で仮免許証は1人では運転できません。で横に助手席にですね、この3年以上の経験がある方を乗せるっていうのが条件と、車の前後に仮免許練習中という表示をしなければいけません。でただ使用の目的、スーパーに買い物に行くとかはそういったのはダメです。練習のために行うのを仮免練習中なるので、そういったのを勘違いしないでください。であとはですね、この1年を経過してしまった方は失効になります。で完全に免許がなくなります。ただその中でもちょっと例外があるんですけど、海外に渡航しててだったり、病気で怪我して入院してたとか、で身体に自由を拘束されていたとか、社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない理由が、業務が生じた方は 3年以内だったら更新ができる場合があります。これも早めにこう免許センターに問い合わせてください。で本来更新期間中にですね、住所変更をしてハガキが届かなかったとか、でハガキをなくしてしまっても、このハガキなくてもいいので、まずは免許センターに問い合わせて、ハガキなくしましたと言ってください。でそのですね、この沖縄でこのうっかり執行がやばいというのは、この人数がもう多くて、で日本の中でもワーストです。で沖縄がワーストなので、で年間ですね6000人から7000人ぐらいこの執行してる方がいるっていうね、そうならないようにしてほしいなと思っております。でその一番怖いのは、この自分が執行してることに気づかないでそのまま車を運転してしまってる。でさらに車運転してるプラス事故を起こしてしまったとか、ちょっと人とぶつかった、自転車とぶつかってしまったら、これ無免許運転になっちゃうんですね。で無免許運転ってことは、これもう違反点数がすでに25点ということで、もう免許自体が取り消しになってしまいます。ってことはまた一から通わないといけないっていうことになります。はい、で次にですね、このもし失効してしまったらね、失効して仮免許証だけもらった方が、一般にまあ免許をまた取得したいな、仮免許証を持って教習所に通った場合ですね、まあ、大体ちょっと私が調べたところ、沖縄県内ではですね、平均17万円ぐらい、2段階からの入校になって17万円ぐらいかかります。でこれがじゃあ完全に失効しました、仮免許証を持ってない状態でこの教習所に通うとなると、平均で28万円ぐらいでかかるんですけど、まあ仕事してる方は分かると思うんですけど、この学科の授業を22時間受けたりとか、技能教師も31時間受けないといけない。それをね、まあ考えるとすごい時間かかりますね。仕事しながらその合間見て教習所に通って、で時間受け、その時間受けてまた帰ってっていう形になるので、すごい時間かかって、まあ仕事の休みも全部取られるし、有給休暇はもしかしたら使わないといけないし、でまあ一番ちょっと言いたいのが、家族やね、この自分の時間をやっぱ削ってまでもそこに通ってね、取らないといけないっていうことがあります。でただ確実性は高いので、まあね、この教習所に通うっていう手も一つの案だと思います。はい、
もう時間が来て前半が終わりになってます。CM に行きたいと思います。この番組は一生使える運転技術を提供し、皆様の安全安心幸せな毎日を全力でサポートするアクアドライビングスクールの提供でお送りいたします。毎週日曜日夜9時から30分間 FM 那覇のスタジオからお届けしています。はい、前半でうっかり失効のお話と、自動車学校に通った場合どれぐらいかかるかっていうのをちょっとお伝えしました。で、後半ではですね、私与那嶺ゆっきー校長がね、経営するアクアドライビングスクールですねがどういった感じで練習をしているかとかをお話できたらなと思っております。はい、でまずアクアドライビングスクールはですね、普通の教習所の学校スタイルで言うと、ね、皆さんがその場所に集まって授業を受けるっていう、ね、学校スタイルではなくて、もう本当に家庭教師型スタイルで、もう出張専門で講習を行っております。はい、でそのですね、講習の中で、まあで出張で勉強して、で一発試験を、ね、受験していただいて、最終的に免許を取得するっていうシステムになっております。はい、でこの、ちょっとお待ちくださいね。でこの免許を取得するまでに講習を受けるんですけど、で昨年まではもう完全に対面でお客様と会って勉強を進めてたんですね。そしたらやっぱ昨年はもうコロナウイルスの影響 でその会うのも難しくなって、でそのやっぱ場所ですね、場所も制限されたりとか、ね、練習場所もなくなってきたりとか、そういったのもあって、昨年10月ですかね、オンラインスクールの方を開講いたしました。でそのオンラインスクールではですね、今まで対面でお話ししてた授業の内容だったりとか、そういったのを全部組み込んでおります。でそのオンラインスクールの中では、授業が1段階で、まあ、仮面取るまでですね、1段階が大体20時間から30時間の動画があります。で2段階でも本面までの授業が、これも20時間から30時間で、まあ、お客様のこの今まで練習してきた動画なんかもそこに組み込まれていて、まあ、自分の見たい、ね、コースだったりで自分の運転も見れるし、で今までどんな方が練習してきたのかなとか、で一番いいのはこの過去に合格してる方の運転が見られるってことですね。でそういったのも参考にしていけるっていう形になります。はい、でそのオンラインスクールの特徴ですね、で一番いいのは、皆さん今使っているスマホですねとかタブレットでパソコンだったりで学習ができます。でなんといっても通わなくていいです。ご自宅だったりとかカフェだったりとか、そういった場所で、まあ、Wi-Fi がつながっている場所、ネット環境がいい場所だと何時間でも見れるっていうことですね。で完全に自宅学習型で、自分の時間を使って学習できるってことです。で24時間365日空いております。はい、であと予習復習が何度でも可能になっております。であとは通勤途中ですね、バスモノレール使ってる方であれば、その中でね、イヤホンなんかをすれば、はい、その中でもできます。であとは過去にですね、合格したから、さっき言ったように運転の練習が見られるってことですね。で自分の運転練習もさらにこの動画でまたアップするので見ることができます。でなんといってもやっぱ試験の直前ですね、動画で学習できる。で試験日、まあ技能教習でもそうなんですけど、で技能試験になった時に、じゃあ今日何コース当てられた、その動画を
あの直前まで見られるってことです。はい。で、あと技能教習はあの実際にこの技能教習もオンラインでできるんですかってよく質問が来るんですけど、あの皆さん1回は運転の経験があるので、それを思い出させるような感じであの動画を作っております。こういう時はこうするといいよ、このタイミングでこういった安全確認をするんだよっていう形で教えてるの で、それをちょっとイメージしてもらって、で最終確認で私が実際に横に乗って確認あの対面で教習して仕上げていきます。でちょっとやっぱ癖があると思うので、その癖を直していきましょう。で本当に試験合格に近い状態に持ってって、で大丈夫であれば試験に向けて、あ試験に GO という感じ で合格してもらいます。で本当に最近も仮免の学科1回で通った方がいて、仮免の技能も2回で、1回目もほぼ完璧なんでみたいな感じで言われたんだけど、でなんか知らんけど不合格もらいましたみたいな、完璧だねって言われたから合格したと思ったみたいなんですけど、でもね、いや無事に2回で一応通ることはできたので、まあ結果いいかなと思っております。はい。で、まあ、これどんな方におすすめかというと、仕事が忙しい方ですね。はい。でやっぱ忙しくて自動車教習に通えない方におすすめしております。で職場にやっぱバレずに取りたい方っていうのも何名かおりました。はい。であとは家族にバレたくないって方も中にはいます。免許持ってる想定なんでしょうね。で、それで家族って言ってもね、やっぱ自分の両親とかにちょっと迷惑かけたくないということで、まだ持ってる設定でっていう話をしていました。で、あと仕事の休みが少ない方、あと子供の世話で忙しいっていう方ですね。で、あと子供が寝た後に勉強したい方におすすめしております。あと空いてる時間に有効活用したい方だったり、家族と過ごす時間を大切にしたい方で、あとはこのオンラインスクールですね、どんなことが学べるかなんですけど、この学科の問題でまた間違いやすい問題ピックアップして解説しております。で仮免技能コースが全部で5コースあるんですね。その5コースのコースの動画ですね、動画と解説、教習の風景だったり、そういったのも上げております。で動画だけじゃなくて、あ、動画なんですけど、この路上試験、すいません、路上試験です。もう、今度は仮免に比べて倍ですね、10コースあるんですよ。10コース全部覚えれる数はそうでもないんですけど、この指導員の模範運転、10コース分が入っております。はい、これを見本にして、あの勉強してもらうっていう。で、実際に、じゃあ勉強終わったら、私が横に乗って、試験風にやっていくっていう形ですね。であとはこの路上は特になんですけど、あの自分が練習した時とやっぱその次の10分後でもやっぱ状況って変わってくるので、そのやっぱいろんな状況を見れた方がいいんですけど、でその状況を見るためには他の方が練習した、あこういった駐車車両あるんだ、こんなとこにあるんだっていうのをちょっと見ておくと、自分の実際に試験になった時に、あ本当にここに車が止まってたってなると、とっても走りやすいっていう声をいただいております。はい。であとはオンラインスクールプランなんですけど、もう本当に自分が仕事して忙しくて、あ勉強するの忘れてたって方も中にはいます。で結局期間がやっぱ伸びちゃってっていう方もいるんだけど、そこで私たちのプランで、あの完全スケジュール管理っていうのがあります。でそれを入っていただくと、全部こちらからここまで進んでますかってお声かけをしていただくという形になっております。であとわからない問題とかがあった場合は、こうオンラインスクールの中にメール機能がありまして、そのメール機能を使ってメッセージをいただけると、ここら辺がわからないですってなると、この3営業日内に返信をいたします。メールで送るか、あと動画を撮ってこのスクール内にアップするかという形で対応していきますという流れになっておりますので、もしご興味がある方はぜひお問い合わせください。でこのオンラインスクールどんな感じかなって気になる方で、ホームページアクアドライビングスクールで検索して、このホームページの下の方にメッセージか、あのお問い合わせっていう機能がありますので、そこでメールください。でもし体験入学もしておりますので、体験入学してみたいという方は体験入学希望っ
という形で、はい、お待ちしております。はい、後半ももう終わり時間になってきました。はい、CM 行きます。FM 那覇のスタジオからお届けしていましたユッキー校長の沖縄サンデードライブ。はい、前半はうっかり執行の実例だったりをお話ししました。で、後半でこのオンラインスクールで、あと一発試験のお話をしていしました。はい、では今週も安全運転でお過ごしください。また来週の日曜日夜9時にお会いしましょう。パーソナリティのユッキー校長でした。